吉根さん、 LINE のアカウントきついっすね。あれなくなっちゃってね。まあもともと LINE を使ってない私にしてみたら、まあどうってことはないんですけども、 LINE を一つのね、お客様とのこうコンタクトツールに使っている、まあ吉根さんから見るとちょっとこうきついなってところありますけども、でも吉根さんがさすがだなと思うのは、それをすぐにね YouTube のネタとしてこんなになりましたみたいなね状況報告するじゃないですか。で LINE が届いてない人もあれどうしちゃったんだろうっていうのがすぐにねこうやって YouTube を通じて、あ、なるほどそういうことだったのかっていうふうに状況確認できるし、それから方向転換をねするってことができますよね。まあメルマガがまあ元々の古巣ですからね、メルマガなら持ってこいみたいな感じですよ。で私もメルマガずっとやってるわけですよ、未だにやってるわけですよで到達率がね悪いですね、メルマガで。これね意図的にやってんじゃないかなと思うんですよ。というのがメルマガブースターっていうのは別売りで月間3000円で売ってるわけですよ。これひどくねえかと思うんですよ、エキスパートメールね。だってメルマガの役割っていうのは登録者メールアドレスに確実に届けることじゃないですか。そんな特別なことじゃないですよね。だって G メールだって届くわけですから。なのにエキスパートってのを通じると届かなくなるわけですよ。で到達率を上げるためにはこのブースター買いましょうとか言って料金積み増してくるわけでしょ。そりゃないだろうと、やることやれよと思いますよ。だってなんかね荷物を目的地までトラックドライバーさんにお願いしてお金払って、もしかしたら届かないかもしれないよプラス5000円ねとか言われてるもんですからね、なんなんやそりゃみたいな感じですよね。まあでもねそういうのも込みで、まあ、世の中ってのできてますよね。もういろんな角度からものは見ていかないといけないかなと思います。今回ねこんな例えがあるんですよ。インドのことわざかなんかでエピソードでね、まあ、目の見えない人が象を触ったんですよ。そうするとある人はね太くて硬いですって答えるんですよ。ある人はいや細長いですよと、ある人はいやいやちょっと平べったくて紙みたいになってますよって感じで、それぞれ象の違うところ、足を触ったり鼻を触ったり耳を触ったりしてるところを答えるんですよね。で全部が正解じゃっていうふうに答えるわけなんですよ、うん、だからある人がいやいや象ってのはこういうことなんだよとかってね、ある人はいや象はこうだよ君違うよっていうのは全部正解なのに見てるところが違うから意見が合わないってことらしいんですよ。だから誰かとね意見が対立した時って、もしかしたら見てるところが違うのかなと、見る角度が違うのかなっていうふうに考えることが大事かなと思うんですよ。まあ、ですので意見が対立した時は私はこの人の見方ではそうなんだなっていうふうに、まあ、他者肯定することにしてるんですけどもね、うん、まあ、だから世の中いろんな考えがあるんだろうなと思うわけですよ、うん、ね、コロナふざけるなっていう人がいれば、これをなんかビジネスに使っていけないかな、逆手にピンチをチャンスに変えられないかなと思う人もいればね、じゃあ新型コロナウイルスを中心とした情報発信をすることによって人の不安をねアクセスに変えるっていう方法もあるわけですよね。まあテレビっていうのはそれをむちゃくちゃ露骨にやってますよね。不安を煽って煽ってね、ある時は飲食店がコロナの感染源だってね菅総理が言ったら、飲食店まだこんなところがオープンしてますとか言って、夜明けて大丈夫ですかってインタビューしてて、で飲食店がなんかねいろんな困り始めたら、飲食店さんの苦境をあえぐ飲食店に直撃とか言ってね、お前のせいだろみたいなね、マスコミが飲食店を攻撃して、で弱った飲食店をまるでね仲間のように被害者のように、いや政府はひどいですよねみたいなこと言ったりね、自粛警察どうですかみたいなね、もうマスコミひどいなと思いますよね。自分たちで苦境に陥れといて、その苦境に陥ったところで今度ね同情をかけるようなインタビューするみたいなね、とんでもないやつですね。もうね、でもスポンサーが作ってるわけですからね、私たちの YouTube には一時期スポンサーがつかなかったですからね困ったもんですよ。いってらっしゃい。